総理が手を取り共に撮影に臨むこの男性、現在国内でも急激に利用者が増えている世界最大のインターネット交流サイト Facebook の創立者マーク・ザッカーバーグ氏です。3月29日総理と懇談しました。新業モデルに私映画を見たんでなんかしてみました。増えちゃった。違う。ソーシャルメディアは、被災者の安否とか情報の共有で大活躍になりました。 You know, we all back at Facebook felt really bad when we heard of the disaster and wanted to do whatever we could to help. So I'm glad to see your use of our product and help us do that. 首相官邸では現在海外向けの情報発信ツールの一つとして Facebook を活用、全世界でおよそ8億人にも上るという利用者に向け、日々総理の動きや会見の内容、復興関連の情報などをお伝えしています。この大震災の経験を踏まえまして、官民連携 IT 技術を駆使して、世界最先端の防災インフラを整備したいと思っていますので、ぜひその際には、Facebook を貢献に期待をします。Japan is the only country in the world outside of the U.S. where we have an engineering office, because we were really committed to making a really good product here that serves users. 大変有用な役に立つですね、事業だと思います。そう勉強しながら、本当にその社会に立っていると思うんですね。これからもお待ちに注視をしていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。